ゼメリングベーストンネルは、オーストリアのクロッグニッツからミュルツツシュラークの間で建設中の鉄道トンネルで、ゼメリング峠の下を通る。この区間には1854年に開通したぜ、メリング鉄道が通っているが、その全長が 41.825km、高低差 460m であるのに対し、このトンネルを経由する新線では、全長 27.3km に短縮される。 新線では勾配が緩和されて制限速度が最大時速 250km まで引き上げられるため到達時間が最大30分短縮される見込みである。建設工事は2012年4月25日に始まり、2026年に開通する見込みであったが、現在はそこから若干遅れて2027年の予定である。このトンネルにより、 従来のゼメリング鉄道では、機関車の重連運転で牽引しなければならなかった、重量貨物列車を単行運転で牽引できるようになり、鉄道貨物輸送の利便性が高まるとされている。ゼメリングベーストンネルとコーラル無線により、重量貨物列車が機関車一両で、南線全体を通し、運転ができるようになる。現在、ウィーン・グラーツ間及びウィーン・クラーゲンフルト間を、 運行するレールジェットの最速達便の所要時間は、それぞれ2時間35分、3時間55分である。コーラル無線によりグラーツ・クラーゲンフルト間の所要時間が1時間短縮されると、ウィーン・クラーゲンフルト間の所要時間は20分短縮の3時間35分になる。ゼメリングベーストンネルにより35分の 所要時間短縮が見込まれているため、ウィーン・グラーツ間の所要時間は2時間、ウィーン・クラーゲンフルト間は3時間にまで短縮される。1848年から1854年にかけて建設されたゼ・メディング鉄道は、アルプスを横断する最初の鉄道であり、世界初の真の登山鉄道とも言われる。このルートは、その歴史的重要性によりユネスコの世界遺産に、 登録されている。21世紀に入る頃には、年間で合計7万本の貨物列車、旅客列車がゼメリング峠を通過し、そのルートはオーストリアで最も混雑するルートの一つとされていた。強まる一方であった輸送圧力を緩和するため、より直線的にアルプスを越えるルートの開発への関心が高まった。これはすぐにかなり低い標高に規定トンネルを掘り抜く。 というコンセプトに集約された。2006年には2年間の予定で経路選定が行われることになり、2008年4月に最南端のルートが最適であるという判断が下された。2009年後半にグログニッツとミュルツツーシュラークランゲンバンクを通るルートが最終決定された。計画では直径10メートルのトンネルを2本。 最大70メートルの間隔で並行して掘り抜くこととされた。安全上の理由から二本のトンネルは最大500メートル間隔で避難用の歩行者通路により接続される。トンネル区間の設計最高速度は 250kNH とされ、ゼメリング鉄道よりも大幅に高速化されて、ウィングラーツ間の所要時間が短縮されることになった。ベーストンネルは 勾配が8.5パーミルとなるように設計されている。これは、このトンネルを通過する重量貨物列車を機関車1両で牽引できるようにするためである。建設計画には、クロッグニッツとミュルツ,ツーシュラークの駅を提案ルートに統合するなど、既存インフラの改築、移転も含まれている。鉄道インフラ以外の工事としては、オーストリア修道 B27 号線の付け替えと、 その際に近くを流れるシュバルツァ川の洪水被害を受けないようにするための洪水調節が行われる。ゼメリングベーストンネルの建設に関する主契約は3つの工区に分かれている。2014年には中央部分の 13km 分についてインプレーニア及びスビーテルスキーのコンソーシアムとの間で総額約6億2300万ユーロの建設工事契約が結ばれた。 ストラバック学作、アンバーグエンジニアリングが、開作区間の契約を勝ち取った。これに先立ち、2010年には、BGG コンサルトとの間で、入札段階及び、建設段階における、地盤工学的、水門地質学的コンサルティング契約が結ばれた。オーストリア連邦鉄道は、作業計画の立案について、ベルナーコンサルトとビトリザルコンソーシアムが結成した。 コンソーシアムと契約した。これとは別に、通常土器及び緊急時の換気システムなどの空気、力学的、空気調和工学的検討を含むトンネルの設計作業がグルーナー社に委託された。フレイシュニッツ・グラーベント・グラウゼンホーフの中間航空における土質力学的、地盤工学的コンサルタントは、インシ出ジオテクニックスが受託した。 2012年にゼメリングベーストンネルの基礎工事が始まった。トンネル中央部の建設工事は2016年1月7日に着工した。トンネル本体のうち8 6トルはトンネルボーリングマシン、残り4 3トルは葉っぱ工法で構築される。日本トンネルの間には非常駅やトンネルを結ぶ26本の連絡通路が設けられる。また、 深さ400メートルの換気縦てが2本設けられる。2016年6月7日までに、ゼメリングベーストンネルの第3工区まで作業が開始された。この時点で建設は最大能力での作業となり、それまでにかかった費用は33億ユーロであった。建設工事を容易にするために、ゲストリッツ、フレーシュニッツグラーベン、クラウテンホーフの近くに3つの中間工区が設けられた。 ゲストリッツでは、在来広報でのトンネル掘削を容易にするために、延長1000メートルのシルベコと、深さ250メートルの縦コが数本構築された。フレーシュニッツグラーベンには、トンネルボーリングマシンを投入するため、直径22メートル、深さ400メートルの縦コを2本が構築された。ここで組み立てたトンネルボーリングマシンにより、グログニッツまで屈伸する。 トンネル本体以外の主要な工事として、グログニッツとミュルツツーシュラークでは、高校、トラテンバッフ派及びゾンメラウでは、換気塔が構築される。また、トンネルを通過する列車に電力を供給するため、グログニッツとランゲンバンクには、変電所が設けられる。その他の付帯工事として、鉄道橋2本と道路橋1本の架橋と、オーストリア修道、 B27 号線のアンダーパス建設が行われる。ABC、セマリングベーストンネルファクチャット。オーストリアンフェデラルレールウェイズ。2016年5月23日、閲覧。AB、ブリガンショ、セマリングベーストンネルアップデート。レールジャーナル。2016年6月7日閲覧。 セマリング・レールウェイ・トンネル・ゲッツ・グリーン・ライト・ザ・ローカル・27・メイン2015・ホービエット・ゲルハルト・ザ・セマリング・ベース・トンネル・パワフル・アンド・フューチャー・オリエンテド・グローバル・レールウェイ・レビュー・ロック・オーガスト2015・ダラー・ディー・ピル・イング・ジョゼフ・アンド・ビジル・ディー・ピル・イング・ドクター・テクン・アロイス・アンド・ケイ・ワーグナー・ディー・ピル・イング・オリバー・ニュー・セマリング・ベース・トンネル ザカレントステートオブトンネルデザインテイキングザニューエストインベスティゲーションディザルツイントゥアカウント RESEARCHGATE.net2010ABCDEF セマリングベーストンネル r、e s e、a i l w a y t e c h n o l o g y c o m リトリーブド、v e d 2 8 m a y 2 0 1 8 a b g r o u n d p r e p a r ン t i o n AT s e m a r ト n g b a y s t o n n e l t u n n e l t a l k c o m 7 February 2013 A.B. Ridinger, Elvin Construction Starts on Semmering Base Tunnel, Rail Journal 14 January 2016 Semmering Base Tunnel, i リ p r e n i a Retrieved 29 May 2018 s e m m r i n g Base Tunnel, IC-GROUP.ORG リトリーブド29メイン2018ワークスターツオンセマリングベーストンネルアーラン・ジェーハークリーブスリトリーブド29メイン2018セマリングベーストンネルメジャーコントラクトフォーザーマルティグループマルティグループ21ジュライ2016マイルストーンフォーザーセマリングベーストンネルロット2.1 t-u-n-n-e-l-b-u-i-l-d-e-r.com 21マーチ2018ありがとうございます。